伊藤29歳、堀井翼28歳。伊藤が28戦目となります。 K1 ジム蒲田チームアスラ、対して堀井翼こちらです。 K1 ジム五反田チームキングス、出ました広角のメンチ切りはフラッシュバック、すぐさま向き直ったように見えました。これが18戦目。さあ生島博さん、はい、花道に控えていた堀井を目撃したというふうにお話しされていましたね。すごい迫力の気迫でしたね。今もどうでした、これご覧になって。いやちょっと驚きましたね。ここまでやるかって感じですね。これがいつもの堀井スタイルなんですね。楽しみですね、さあそして K1 バンタム級現王者黒田斗真選手、はい、それでも堀井倒す力十分ですよね。そうですね、まあ、しっかり倒すパンチも持ってるんで、はい、でまあ、伊藤選手も、ね、テクニックあるんで楽しみだなと思います。そうですね、はい、石川さん、はい、まあ、伊藤の攻撃の鋭さっていうところと堀井の破壊力だったり、このハート勝負になりそうですね。この2人今ね、2人覚醒してるんですよ、2人ともですね、はい、堀井選手はとにかくこの荒っぽさの中にこの、ね、倒し方が覚醒してます、ね、伊藤選手はですね、もともと懐深いところから蹴り技で戦うところだったんですけど、最近はパンチ、倒せるパンチが身についてきたんで、はい、2人とも覚醒中です。そんな2人の第1試合なんでね、はい、もう黒田選手、はい、距離どうですか、近いですかこれ。そうですね、結構パンチの距離だなと思うんですけど、まあ、堀井選手の気持ちが乗ってるかなっていうの思います。あ、まあ、それを見るだけで生島さん分かる一人である、それが青いグローブの堀井です。いや堀井選手はですね、かなり気合い入ってて、トレーナーの方がですね、はい、お堀井楽しめ、とにかく楽しめって言ってらっしゃいましたよ。そうですか、まあ、楽しんでその先に何を見つけるか。この第一試合もう門番のように石川さんなってますもんね、堀井は。そうですね、圧力が強いですよね、この圧力に伊藤選手が屈すると、堀井選手ペースになっちゃいます。はい、まあ、カーフキックなどもお互い忘れません。はい、伊藤選手は、ね、テクニシャンなんで、はい、しっかりこのガードを固めて、でこの、堀選手の打ち終わりとかはね、はい、攻撃の隙を狙っていくっていうのが、ね、はい、一番いいと思いますね。このストレートに対してその後ですね、まあ、しかし伊藤を後手後手に押し込もうというのか、黒田選手、堀井のこの戦いぶりっていうのは、はい、これまず先制攻撃いいですね。そうですね、でももっとこう蹴りを混ぜていったらもっとパンチも当たるんかなと思います、はいはい、あ、膝できた、低空飛行、それからボディ打ち、長い距離のパンチは伊藤も得意、それからハイキックもあります。伊藤選手本当に今ストレートからフックの合わせとかね、はい、今までそういう場面なかったですからね、本当にパンチの技術の向上が見られますよね。まあ、しつけ役になりますなんていうふうにも語っています。青いグローブ、赤いグローブの伊藤、そして常にしつけ役になってきたのが青いグローブの堀井です。黒田選手、カーフキック堀井は数多いですね。そうですね、カーフキックもすごくいいと思います、ね、はい、ちょっとこう角度いろいろ変えてくるんですよね、はい、引っ掛けるように当て込んだりもしてきます。残り30秒切りました。ライト級 62.5 キロリミット3分3ラウンドです。伊藤も右ロー、右オーバーハンドのパンチ、左フックで堀井、ここちょっと中間距離になりました。まもなく残り10秒です。表紙が鳴らされました。後楽園ホールのクラッシュ146、第1試合にこの2人、伊藤健太と堀井翼、まず3分間終了です。さあ生島博さん、はい、クラッシュの第1試合、この2人どうでしたか。いや1試合目からね、もう私は体が動いてフィーバーしておりますが動いてましたね、左右に動いてましたね、はい、堀井選手はですね、すごい気迫がこもってたんですけど、ね、時々やっぱりガードが開くんですよね、はい、その隙を伊藤選手が狙ったらば面白いのかなと思うし、あ、まあ、堀井選手の気迫に伊藤選手負けてませんね。でもね、そうですね、返す一手二手必ずあるんですよ、刺すような攻撃とそれに対してまず潰すというのが堀井のスタイル。黒田選手の目にはどう映りましたか。そうですね、堀井選手はもう1ラウンド目からガンガン倒しに行ってるんですけど、はい、まあ、伊藤選手はまだちょっと様子を見てるのかなっていうのがあるんで、あ、まあ、2ラウンド目がまあ楽しみです、はい、中盤第2ラウンドに入ります。セコンドアウトの声がかかっています。フラッシュライト級、フラッシュバックからのラッキーパンチ解禁だったという前回の試合、
TKO 勝利があって青いグローブの堀井、今回は鮮やかなグリーンのトランクスです、まあ、そのラッキーパンチという文字もあります。石川さん、第2ラウンドをどう睨んでいらっしゃいますか。はい、まず1ラウンド目ですね、最初から倒しに行った堀井選手とストレート、まずしっかり、ね、テクニシャンぶりを見せて、はい、まず自分の動きも立て直した、はい、を作っていった伊藤選手という展開だと思うんですけど、ここから、ね、伊藤選手がどういうふうに自分の攻撃を仕掛けていくかだと思うので、はい、だんだん、ね、伊藤選手から仕掛ける場面も自分が手数も増えてきましたよね。伊藤選手合わせに先に 先,、はい、先手を増やしていって、はい、その中で合わせるっていう場面を見せに行くのかなっていうふうに今のところ見えますね。ここ耳の横にストレート、伊藤です。同じように堀井も返していく。でも堀井選手 の、ね、圧力、ね、波の選手なら崩しちゃうんですよね、はい、でもこれ崩れずにちゃんとあの冷静に対処できる伊藤選手たるゆえんですよね、まあ、ローキック食らってもこの辺りはしっかり踏ん張ってからお互いボディ打ちがあります。黒田斗真選手、はい、今距離感っていうのはこれどっちのものなんですか。そうですね、まあ、お互い、まあ、堀井選手の方がの距離感かなと思うんですけど、まあ、ちょっとパンチが大きいんでもうちょっとコンパクトに打ってもいいかなと思います。あの石島さんご指摘の通りちょっとこうガードが下がるところも、ねね、ありますよね。あの伊藤選手ね、はい、あのパンチのコンビネーションがいいんで、はい、うまく空いたところに左ストレートとか左フックが入ったらば、結構 KO チャンスもあるんじゃないですかね。タイミングのいいパンチですよね。そうですね、いやーガードはやっぱり重要ですよね。そのディフェンスあってこそ、まあ、こういう打ち合いになればなるほどとも見えてまいります。そうですね、だんだん生島先生の生島さんのおっしゃるとですね、はい、あの堀井選手がだんだんね、イライラしてくるかもしれないですね。なんで倒れてくれないんだって、そういうところですね、はい、伊藤選手がうまく合わせるっていう技術を持ってると思うので、はい、いや今あの石川さんに生島選手と言われて嬉しかったですよ失礼しました。どうだダウンか、ノーこれダウンではありません。今左当たったように思えましたが、まっすぐに立ち上がって挽回戦というのが堀井の動き。そこに右のストレート、伊藤選手この右の合わせがうまいんですよね。前回の試合でもこの右のクロスでダウンを取ってますし、ここで不用意に堀井選手が入ってきたところですね、はい、合わされたら今もねいい場面ありましたから伊藤選手、まあ、その熱い感覚っていうのは今もあるようですね。そうです、これですね、はい、これマックスピン目尻がちょっと切れたのかな、カットありますか。接近戦、それからストレートで、まあ、微妙に距離が離れてからの打ち合い、その設定が焦点となります。あと10秒、カーフキック右で忘れない堀井、右ハイキックから右のフックは伊藤、あと3秒、ここは左フック、お互い最後に放っていきました。あーカット、まぶったがちょっと危ないとこ、嫌なとこですね。だいぶ割れたようになってますね、はい、そんなに深くはなさそうなんですけど、場所が場所だけにっていう、はい、ちょっと心配が、まあ、生島さん、これ程度によってはってことも十分考えられますもんね。ですね、ただまあ2ラウンドに入って伊藤選手がかなりこうチャンスをずいぶん掴んできたので、はい、ちょっとこのカット心配ですが、ただやっぱりあの堀井選手もう力が入りすぎてて、はい、やっぱりこうガードが落ちるところが狙われてきてますよね。あ、それにフィットしてきたっていう伊藤の攻撃あるんでしょうね。だからあと見ててですね、思うんですけど、やっぱ堀井選手ちょっと手打ちになる感じが多いんで、はい、あのちょっと腰が入ってないんで、はい、効き目がないのかなと思うんですけどもね。パンチの質っていうところですか。そうですね、まあ今気合は一つ言えました、終えました。堀井翼青コーナー、この後最終ラウンドです。クラッシュ146、第1試合を任された伊藤健人、赤青堀井翼、堀井はローキックから左、まあ、ガードをより高くしているようにも見えてきます。黒田斗真選手、このラウンド、はい、これ注目ポイントぜひ教えてください。そうですね、徐々にこう伊藤選手のコンパクトのパンチが当たり始めているので、左フック、どういう流れになるのかなっていうのは楽しみです。まあ、正確で石川さん、技の精度で伊藤、はい、そしてなんとか倒したい気持ちと破壊力堀井。そうですね、本当にこの試合でこのラウンドで、決着がつくと思うんですけど、はい、とにかく、ね、あの堀井選手の身体能力の高さは有名ですからね。そうですね、はい、右ストレート、うまいという声は石島さんですか。今ダウン奪いましたね。うわ、決まりましたね、狙ってましたね。ちょっと体浮き上がったようになりましたね堀井。うわ、出血はだいぶある。出血はすごい。
まだ2分以上あります。ダウン1つ奪っているのは伊藤、右のストレート。となるとあと2分もね、堀井選手がやることしたらもう倒しに行くしかないですね。もうだからこそね、このあの蹴り、パンチ一辺倒にならずに、はい、蹴りも真面目でいった方が、このねパンチが、堀井選手パンチ当たる可能性が広がりますよね。黒田選手、はい、試合冒頭でそういうご指摘ありましたね。そうですね、まあ、堀井選手はちょっとスピードが落ちてきたかなと思うので、はい、そこにまあ合わせられるのがちょっと怖いかなとは。まあ、2ラウンドがしっかりあって、このラウンドに自分の攻撃、さらに攻勢にという伊藤のプランです。その通り。さあ回転技なども見せて、堀井シャニムに前に出て、右のストレート、右の膝でも突き放す伊藤が、自分のスペースを石川さんこう作るようにも見えますよね。そうですね、はい、伊藤選手本当に、ね、パンチでダウンを奪う攻撃、オフェンスだけじゃなくてディフェンスも上手になりましたね。そうですね、はい、ほぼともに、技術の向上が見れますよね。でもこれを生島さん何とかしたいっていう闘志は堀井十分見えますよね。さあもう1分切ってるんでね、もうこうなったら下がり気になってくっけないですね。両選手あと50秒です。今堀井サイドだったら、黒田チャンピオン、これどんな指示与えますか？そうですね、しっかりクリームを混ぜていってという感じなんですけど、はい、膝をもっと出したらもっといいかなと思います。まあ、得意の技でもありますもんね、膝一つ、はい、右ストレート、確かにスピードは落ちたか、堀井翼、しかし外角から大きく拳、右アッパーも得意の一つ。伊藤はディフェンス、残り20秒、そこからの攻撃、左のまぶたを切りながらの伊藤、さらに突き放す、それでも右のストレートは堀井、崩れないですね伊藤選手。そうですね、本当に体が強くなりましたね、体幹崩れなくなりました。鍛え上げて、さあ大いに期待された時期を経ての伊藤健人の今です。そして第1試合、最後は象徴的に得意な右アッパー堀井翼、ダウンを1つ奪っているのは伊藤健人です。さあ生島さん、どう映りましたか？いやー、第1試合からヒートアップして、これは本当にあの私興奮しましたけれども。そうですか、さあ判定です。ジャッジ梅木30対27、赤伊藤、一人目伊藤健人、ジャッジ岡田、二人目30対28、赤伊藤、これも伊藤、ジャッジ西村29対28、赤伊藤。以上判定3対0です。勝者赤コーナー、一人が30対27、一人が30対28、もう一人は29対28というスコアリングでした。右のストレートダウン1つ奪って、伊藤健人第1試合に勝利です。黒田選手、はい、感想からいただきましょうか。そうですね、堀井選手も負けはしたんですけど、はい、まあ、すごく熱い試合で、すぐまた見たいなと思います。そうですか、はい、石川さん、そういうところ大事ですが ね黒田選手が言った通りですよね、はい、堀井選手がいたからこの試合盛り上がったし熱くなったし、そこを、ね、しっかりと、いい意味で完封ですよね、はい、伊藤選手ですね、はい、全く動じることなく、はいはい、体も崩れることなく、倒し切りました、抑え切りましたよね。そうですね、はい、生島さん、はい、確かにこうカットもあったりして、第1ラウンド攻められましたが崩れませんでしたよね。いや本当ですね、僕控え室でね、堀井選手のすごい迫力ある声とパンチングからもうミットの打ち方見てて、これはもうチャンピオンだろうと思ったんですけど、伊藤選手はですね、冷静に椅子に座ってしーっと目を閉じて試合に臨んでたんですが、まあ、対照的だったんですが、まあ、試合結果は伊藤選手勝ちましたけど、堀井選手はやっぱりですね、ショーマンシップもあるし、昔僕が見ていましたキックの鬼の沢村忠選手に雰囲気が似てるんで、ぜひとも頑張ってほしいですね。競り勝ったのは伊藤健人。